国民厚生金庫はかつて存在した政策金融機関である。総動引退成果での大規模な物資統制により、天配業を余儀なくされた中小商工業者を救済するため、1940年10月に出された中小商工業者に体する対策に基づき、同年12月に基金200万円の財団法人として暫定的に発足。1941年に 国民厚生金庫法が制定され、特殊法人に改組した。当初の資本金は2000万円で、うち1900万円を国が出資した。東京市に、本所、仙台、横浜、富山、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、福岡西省、県庁所在地に出張所を置いた。次局の要請に応じ、転業。 または廃業する商工業者の資産及び負債の整理を促進しその構成を図ることを事業目的とし、転廃業する事業者に対して資産管理、処分、資金融通、債務引き受け、保証等を行った。具体的には、不要となる工場、機械、商品などの営業用資産を担保に資金を貸し付けるもので、国民公正金庫が資産を引き受け、 その処分後に代金と貸付金を総殺した。なお、処分代金が貸付金を下回る場合には国が損失を負担した。1941年7月から1947年3月までの期間に累計25億円の資産が金庫に引き受けられた。1947年に閉鎖期間に指定され解散した。ありがとうございます。